孫教師、孫教ゆは台湾の歌手、俳優。台湾を代表するアイドルグループ5566のリーダー。ワニュはじめと共に5566のメインを務める。5566の中では元演歌歌手の出身という珍しい経歴の持ち主、高牛出身。10代後半から台湾語による演歌を歌い続け、 歌手デビューも果たし歌手生活は順調だった。しかし2年の兵役を終えた後、芸能界に復帰するも以前に比べ知名度はすっかり落ち、各芸能事務所を回り、売り込みをしたものの仕事が取れず、長い下積み生活が続いた。芸能事務所を回っていた折に、偶然であった、現在の京スグル率の孫社長の目に留まり、孫氏が構想していた、台湾版、 ジャニーズの創設に賛同、できたばかりの芸能事務所、日すグル率にところ属しマルチタレントの道を目指す。その後、孫社長から与えられた台湾各地を紹介する番組の司会を担当。5566に参加してからは、人気はさらに上昇し、現在に至る。2006年7月、日本。 韓国、台湾の芸能人による野球の親善試合の後に行われたコンサートにおいて、スマップの歌を参加者全員で合唱中、停電によるアクシデントで音楽が中断されるもアカペラで歌い続けた。語学は中国語、台湾語のほか、日本語も得意で2005年3月に大竹誠、山口萌え、昭福亭昭平などによる台湾を特集した番組に出た際、 5566メンバーを日本語で紹介、スマップの歌を披露した。ハーリー族としても知られ、日本のプロ野球、巨人軍のファンであり、東京ドームへ過去に十数回、観戦で訪れている。ありがとうございます。